じゃあここからちょっと実践してもらいますけれど、僕昔サッカーやってたんですよ、このポジ守りのポジションで、はい、そうです。1回だけちょっと1対1してください。はい、早い早い、ずるい、それは止めない。三笘選手1対1ではなく、はい、もうほぼ3対1でしたね。この時に考えてたことは何ですか？この時に、まあ、ここのスペースは認識してるので、はい、縦に行っても入り込むことができるなっていうのはもともと思ってて、はい、でこの瞬間にサラー選手がどれだけ来るかを見てたんですけど、はい、来なかったので、まあ、1対1の状況だなっていうのは認識していて、ボールをここに置いた時に結構アーノルド選手がここまで来てくれたんで、はい、でわざとそっちに置いたんですか？そうですね。でこっちを見ながらパスを出す。なるほど。そうすると、はい、ディフェンスは確かにこっちで、あとこの見せることによってやっぱこっちを警戒してくれるんで。じゃあこの選手を動かすためにボール1個分ですけどこっちに置いて視線もちょっとこうする。はい、そうですね。でまあこう見せてこうですね、わ、うん、かりやすいけどさできないんだよねこれがね。そうですね、多分一回こっちからボール受けてからのがわかりやすいです、はい、やっぱこんくらいですね。あもうなる、あでもねずれるわ、こんくらいですね。あもうなる、あでもねずれるわ、こうやってさらされたらこっちにずれるわ。ディフェンスはこの本当50センチか1メートルの違いです。こちら側のポジションとしてはどこを狙いますか？1対1の場合自分の形にどう持っていくかっていうのは考えてます。静止状態を自分で作ってこっちも止まる。ああそうです。こっちが止まってないと、なるほど、一緒のスタートダッシュは切れないんで、はあ、そっちを止まらせ、止まらせることで、これが僕は得意なので。早い、今本当軽くやったと思うんですけど僕が思ってたよりも早い。この用意ドンじゃなくて用意ドンぐらい行ってから僕らが出るみたいな感じなんで、それでいてすごい早いからこちらが早くてもちょっと対応できないなっていう印象ですね。すげえわこれは。多い選手、大体の選手ってインサイドでこう運びます。ただ三笘選手はインステップ近い形でこうやって持っていくんです。インサイドで入ると股関節が外旋してスピードに乗れないんで。なるほど。まあ、100m 走でも多分最初のスタートこう入ると思うんですけど、はあ、こう入る人いないと思うんですけど、まあ、それと一緒の原理ですね。まあ、よりスプリントに近い形ですね、これが。そういうのは自分で考えるんですか？なんかこう誰かの映像を見たりして考えるんですか？小さい頃はネイマール選手見てて、はい、まあ、その抜き方をしてるのを初めて見たんですけど、すごい抜いてるのを見て真似したのがきっかけで、まあ、それをやっぱ練習して身につけようっていうのはありました。俺もネイマール見てたけどなおかしいな。もう一回いいですか？じゃあ聞けてこうですねこうですねこうですね俺は追いつけないわ。ああすごいわ。対面してやっぱり分かりますね。ああ早いしタイミングですね。もう気づいた時にはもう遅い。でこれをもう何回もやっていくとこっちに寄ってこっち行かれるし、対策してどんどん頭で考えれば考えるほど三笘選手が後出しじゃんけんで勝てるようになってくるんで、本当に完成度も高いしすごいいい選手だなと思いますね雨の中すいません、ありがとうございます。今日どうでした？僕は現役の頃の磯谷さんとマッチアップしたかったなって。いや僕は本当にマッチアップしなくてよかった本当に正直な気持ちですけど、いやいや本当に楽しかったです。三笘選手にとってドリブルっていうのは
何ですかね。まあゴールを奪うための手段ですけど、うん、今まであのドリブルがあるからこそここまで来れたと思ってますし、ドリブルで抜いていくプレーっていうのはあの僕もそうでしたけど、子供たちだったりそういう観客を楽しませるプレーだと思ってるので、うん、そういったプレーをして、まあ、いろんな人に夢を与えたいなと思ってます。はい、内田さんの検証、今回改めて大越さんいかがですか。いやもうびっくりすることばっかり でしたね。あの本当一瞬一瞬の状況判断とか本当繊細な動きで相手をずらすっていうんですかね、うん、そういうのもすごいなと思ったんですが、やっぱり何といってもインステップ、うん、足のこっち側で蹴るってるんだっていうのがびっくりしました。まさにもう人体の構造も分かってないと難しいんですけれども、はい、まあ、今日の映像を見た方は、うん、あのインステップでのドリブルちょっと真似したいと思いますよね、はい、ただこれね難しいんですということで、いきますよ。どう難しいかですね。インサイドの場合ボールとの接着面が増えるので正確性が増して持ち出しやすいんです、はい、ただインステップの場合は少ないので接着面が非常に難しい、ね、コントロールが非常に難しいんです。うん、でもこれ三笘選手もたくさん練習したっておっしゃってましたんで、はい、サッカー小僧の皆さんぜひトレーニングしてください。ね、ぜひね真似をしてほしいときはトレーニングということで、はい、大越さんでもどうですか。そうなると三笘選手のドリブルより足にも、ね、今後注目したくなる気がしますね。もうそれも相手はもう、ね、研究してるでしょうからね、はい、そうなんです。これをまた打ち破っていかなければいけないということですね。それに乗り越える、その三笘選手が今課題だとおっしゃっていたのが、うん、カットインからゴールを決めるということですね、うん、ちょっと実演します。ゴールが向こうにあります、うん、三笘選手は先ほどこうやってドリブルをして縦に突破しようとしました、はい、ただシーズン後半になってこれをフェイントに使って中に行ってシュートを決めるっていう形が多くなったんですね、はい、より進化した三笘選手楽しみですし、プレミアリーグ8月に新シーズン開幕です。テレビ朝日夜のニュース番組をスマホでも TVer で生配信しています。